先日 MKE400 と MKE200 と MKH8060 の音声比較をしたんですけども、今日はですね、MKE400 とソニーの ECM-B1M の音質比較をしてみたいと思います。まずこの EC1-B1M と MKE400 の違いをね、ざっくり話したいかなと思います。で、EC1-B1M のいいところは、まず電源が必要ないということです。電源がこのカメラの電源から供給されるので、電源が切れるとかそういうことを気にしないで済みます。次のいいところは、オーディオレベルのオートがあるということです。オーディオレベルっていうのは、例えば音が大きいところでは小さくオーディオレベルを設定して、音が小さいところではオーディオレベルは大きくして、音の調整をするんですけども、それの設定をカメラでする必要がなくて、マイクの方で自動的にオートで設定してくれます。次のいいところは、指向性を選択できるということですね。この EC1-B1M は指向性が3つあって、A 指向性と単一指向性と全指向性かなっていうのがあって、A 指向性っていうのは、ショットガンマイクみたいな感じで、で、全指向性っていうのは、全体、そのマイクの全体の音を取るような指向性ですね。なので、状況に応じていろんな指向性を簡単に変更できるというのが、こちらのいいところです。で、次に MKE400 のいいところは何かと言いますと、僕個人的には音質がいいと思います。僕は好きです。はい。それはMKH8060 と、ほとんど同じぐらいの音質が出ますし、そういった音質が僕は好きだったので、MKE400 の音質の方が好きですっていうことですね。で、MKE400 はどちらかというと、音がね、落ち着いていて、厚みのあるような音で、心地よい音ですね。で、ソニーの EC1-B1M の方はどちらかというと音が軽いというかライトな感じで、カシャカシャしたような感じの音ですね。これはそれぞれ好みだと思います。で、あとは大きさですね。大きさはほとんど同じなんですけど、ソニーの方が少し背が高いかなっていう感じですね。で、ソニーの方はこのモフモフがついてこういう状況なので、MKE400 はモフモフをつけるとさらにね、大きくなると思いますので、その辺が違うかなっていう感じです。ただ、MKE400 はこれでも風切り音とかの対策はされているみたいなので、このまま使っても全然ありだと思います。で、まとめますと EC1-B1M っていうのはオーディオレベルもオートですし、電源も気にしなくていいし、あとは指向性も変えることができるので、とにかくどこに持っていってもそれなりの音声をそれなりにちゃんと取れるっていうのが EC1-B1M のいいところだと思います。で、MKE400 は音質が好きであれば、もうその音質を取りたいという時であれば、MKE400 っていう感じですね。ということで、これから、音声比較をね、していきたいと思います。で、音声比較する内容なんですけども、前回の MKE400 II の説明の続きを読んでいきたいと思います。で、カメラは、こちらが EC1-B1M で、こちらが MKE400 で、距離的には40センチぐらいです。では、読みます。また切り替え可能なローカットフィルターは、音声を最も重要な周波数に集中させ、クリアさと同時に会話の明瞭度を高めます。また、交換可能な 3.5mm ロック式コイル状ケーブルは、デジタル一眼レフカメラやモバイルデバイスに対応しており、さらにヘッドホン出力を備えているため、録音中にレベルをモニターすることができます。はい、以上になります。いかがでしょうか？はい。また今回もこれから僕が聞いて、その感想をこの動画の後に、文章で書きたいと思います。はい。ということで今日は MKE400 と、ソニーの EC1-B1M というマイクの音質比較をしてみました。いかがでしょうか？はい。値段的には、大体同じ3万円前後ぐらいのマイクなので、まあその悩んでいる方がね、いると思いますけども、まあ音質が好きな方であれば全然、MKE400 でいいと思います。ただそんなに音質が気にならないし、ソニーの方がいいっていう方であれば、まあ正直ソニーの純正のマイクの方が利便性は高いような気がします。僕個人的にはこの EC1-B1M っていうのはもう本当に手軽に持っていきたいとか旅行とかどっか出かけるときにとにかく音声取りたいなっていうときに結構持っていったりします。あとは例えばロードの、ビデオマイクプロ2とかを使うときの、サブとしてもしそれが使えなくなったときのサブとしてこれを持ってったりしますね。ただこうやって音声を取るときは僕はもう MKE400 の音声の方が好きなので、撮る内容が大体分かっている時はおそらく MKE400 持っていくんじゃないかなと思います。ということで MKE400 と ECM-B1M の音質比較でした。参考になれば幸いです。